い、皆さんこんにちは。さてさて皆さん、この日、ね、ナショナルリーグとアメリカンリーグのオールスターゲームの日でございます。16日なんですけども、まあ、毎年年ね、大谷さんが、まあ、選ばれて、赤いカーペットですね、まあ、レッドカーペットにどんどんこう歩いていって、それからインタビューされて、また他もいろんなところインタビューされて、まあ、入ってくるわけですね。さら、まあ、それで、まあ、あの朝昼ごろはそうなんですけど、夕方はゲームされるということで、もうすでにご存じだと思うんですけど、大谷さんは、スリーランホームランを打っておりまして、これも初でございます。ですからまあね、ね、じゃあちょっと行きましょうか。まずはですね、この写真なんですけども、マミコ夫人とこの2人ですね、今回はこの自分のジャケットの下に、ね、なんかね、あの人もなかったんだっけな、なんかあの日本人の彼誰だっけな、山本由伸やってなかった、これまた違うことなんですけどやってましたね。それで他の人もやってましたね。まあ、とにかく大谷さんは自分のねデコピンをやられておりましてね、でデコピンが来てないと思ったら、今日ね私の番組でやったんですけど、ホテルに来てましたね。それでまあその写真を撮ってたらしいんだけど、まあ、とにかくあの大谷さんがみんなにこうやってびっくりさせて、いやーすごいねって、今日今回のファッションはこれでございますということで、ね、まあということで、まあ、歩きながら今回はねもうマミコさんとねご一緒に歩かされたということでございます。じゃあ行きましょうか。では参りましょう。はい、どうぞ。もう似合ってますね、このねやっぱりマミコちゃん、マミちゃんとショッちゃん、いいですね、カップルで。やっぱりあれですかね、男の人が左で女の人が右ということで、自分の体験の色で、あの中にファッションについて聞かれております。犬がいますよっていうところで、ドジャースタジアムも大好きな球場の一つなので、毎日打ちてからはどうですかって毎日楽しんでます。まあ一つに絞るの難しいです。最高に思い、おおね、思い出すごくこう特別な思いは強いかなとは思うので、まあ今年それを超えるようなあのシーズンになれば素晴らしいんじゃないかなと思います。まあの実際には何でしょうね、今1日にフル制限だ、例えばそのあまり振りすぎないように、それはまあ体の負担もそうですし、実際にリハビリをやる、まあ、余力というかスペースも残しておかなきゃいけないので、まあ、逆にこう時間がすごい余るなっていう難しさは逆にあるかなとは思います。まあ、もちろん恋しいですし、まあ、あの強度が上がるごとにこう、まあ、一進一退というか、まあ、下がったり上がったりしていくものなので、まあ、1回目に経験しているとはいうものの、やっぱこう不安はあるのかなとは思いますですね。あのもうミットに収まってから振ってるような感覚だったので、2打席目のホームランは適当に振ったら当たりました。awesome. ありがとうございましたっていうことでございます。まあ簡単なんですけど、まあこういう感じでございましたね。やっぱりこのねデコピンが一番こうもう素晴らしかったですね。しかもあの写真も撮られてたんだけど、その写真もねうまく撮れてましたね、ということでございまして、今回はねこれ短い、毎年やってるので、まあ3分から4分ということでございましたので、よろしくお願いします。それでは See you later, alligator!